Hello YouTube! Yes! 時間の鬼まぶしこと沢しげみです。あなたにとって大切なものは時間です。時間が大切です。さて今日もちょっと話していきましょうけど、日本経済、これをね、悪くしてるって言ったらあれですけれども、停滞させてるのは何か。これは間違いなくその大企業病と言われるような、その、古くからの習慣に従った日本独特のその社会システム、これが大きく関与しているのは疑いようのない余地だと思います。それはいいんですよ。いいんですけど、世界の風潮と比べて日本経済がどうも停滞気味だと。それの根本はそんなとこじゃなくて少子化にあるんですよって、そちらの方が正論かと思いますけど。じゃあ今日企業文化のところについてですね、話したいと思いますが、企業文化は、個々にそれぞれ様々にいいものがいっぱいあります。皆さん素晴らしいです。でもですね、共通してこの文化が実は足を引っ張ってるんじゃないのかっていうことについて今日は、脳科学的に話をしてみたいんですけど、それはですね、なんと驚く流れ、敬語というシステム。謙譲語でも尊敬語でも、丁寧語でもいいんですけれども、これがですね、実はものすごい生産性を落としているっていう話をしてみたいと思います。こういう話をされてる方あんまりいないんで、面白いかもしれないんですけれども、どういうことか？これはですね、敬語っていうのは何かっていうと、必ず、その、本来の敬語じゃない言葉よりも文字数が増えるわけですよね。文字数が増えてるのが悪いのかって、実は違うんです。それもあるんですけど、脳の中で処理が増えるわけですよ。敬語を使わなきゃいけない時っていうのは。もちろん全部覚えてるからそんなに処理は増えないんだよって言うのかもしんないんですけど、それでも、何か、これはマスをつけた方がいいのか、デスをつけた方がいいのかとか、このお方とこのお方の関係は、このお方の関係の方が上だから、この人を指すときには、この今話しているこの方の地位をちょっと下げて話そうかとかっていうのを、瞬間的に脳で計算しながら喋ってるんですよね。敬語、尊敬語、謙譲語。それが、実は、自分が今話したい本題を話すのに非常に足かせになってるんです。それはね、本人は脳の中で自動的に行われてることなので気づかないです。気づかないんです。気づいてないんです。気づいてないんですけども、その話を聞いてる方は気づいてるんです。だから、話を聞いてる方、その気づいてる既得権益側の人たちは、おいお前、敬語で喋ろう！敬語、待ってないな！そんなんで人前出たら恥ずかしいだろ！我が社の恥だ！敬語を使えってなるわけです。なんでそうなるか。人間のね、脳の能力ってそんなに変わんないんですよ。できる人でも、110%、普通の人が100だとしたら、できる人も110くらいなんですよ。この110の人と100の人と、悪い人でも90とか80とか、そんくらいなんですね。その人が、例えば、100と100の能力の人が、上司と部下、社長とね、部長とか部長とか課長とかになったとしますよ。その時に、日本の文化では、せっかく苦労して何十年もかけてね、社長とか部長とか、その階級になっていったわけですから、要は、より良いアドバイスをしたいですし、会社のためにって思って、経験値も当然上ですから、いいことを喋りたいわけなんですよ。君の話はいいんだけどね、ちょっとここは抜けてるかなとか、もうひどい話になれば、その話を潰すためだけの穴を探し続けながら聞くとかですね。もう、要は、その方が、その提案者が持ってきた話の本質に触れずに、その穴ばっかり探してやるとか。それが同じ100と100の能力の人が、その話を聞いたら、この偉い上司の方、その話初めてとか1回とかしか聞いたことないのに、この担当者がめちゃくちゃ知識持ってやってくるわけじゃないですか。そしたら、負けちゃうわけなんですよね。で、負けないためには、脳の CPU を、いらないことで、要は、敬語喋るってことでですね、削ぎ落として、80くらいの力になって聞くわけですよ。だから100のパワーで、しかも、俺は上司で偉いんだって、気持ちよく、あぐらかいたり、こんなそばでやりながらね、その部下の話を聞くわけじゃないですか。そんな方少ないかもしれないですけど、つまり心の余裕を持って聞くわけですね。で、こっちの方はちょっと縮こまって、やべ、今日30分しかあの方の時間が取れなかったから30分でプレゼンしたいと、つって、緊張しながら、しかも敬語を喋りながら来るわけじゃないですか。能力下がるんですよ。そしたら喋ってる間にこっちは余裕があるんで、いろいろ聞いてて穴をやって、探したり、もちろん経験上の能力の上は上司の方が圧倒的に上ですよ。でもそういうのも含めて、縮こまった部下の前で話を聞いて、自分の采配を振りたいように相手を蹴散らすことができるようになるわけですね。これが大企業ではすごい重要なんですよ。なぜならば、もう上がってくる案件っていうのは、もう上から見たら規制路線に乗ってるか乗ってないかが重要であって、で、下から見れば俺のアイデアを使ってくる、これで我が社は V 字回復だって言ってみんな持ってくるわけじゃないですか。で、にもかかわらず、そこでもうその規制路線なかったら蹴散らしたり、その上司としての意見、上司としてのその30年
かかって俺はここに来たんだっていうその既得権益を潰されないためにこういろんなところで調整してやってるわけですよ。それなりにこう部下ですねいろんなアイデアを持ってくるわけです。それがうまく採用できるだけこの人能力が高ければいいんですけれども なかなかできないと。そうね、そうなるとその敬語っていうのを使わせることによって相手の脳の CPU パワーを下げてですねまあ、いろんなとこ突っ込んでやり直しだとかここがなってないだとか理由は分からない理由を聞かないと分かんないじゃないかとか結論から先に言えとかですねもういろいろもういくらでも言えるわけです。でそうやってまあ潰されていきますしマンパワーがそのなんていうかどうでもいいその否定されないようなところにこう割かれていくわけですね。そこでどんどん否定されないようになところに注力されてまた入っていってですね本当にその事業のコアのアイディアのところはつまりなんだフグと針のねフグみたいにとんがりまくってねこうピカピカでこれだったら刺さるぜってきたアイディアがだんだん削られだんだんコンペイトみたいになって最後は丸になってね社長のところに届くところにはまあ丸くなってまあ普通だねとかって言って終わっちゃうんですよね。だからその最初のもうトゲトゲしいもうどこに投げても刺さりますみたいなそんなアイデアのまま持ってきたのがまあ敬語というシステムによってですねこれはですね敬語とか関係ないじゃんって実は関係あるんです。そのだから偉い人は敬語を使わせていや意識してないですよ。このことに気づいてる人はほとんどいないですけれども敬語を使わせてその人の能力を落とした状態で偉い人は会うからメンツが保ってられるんですっていうことに最近気づいたんです。まあそれはそうでですねまあ例えばまあなんとか様とかって言うじゃないですか。なんとか様とかなんとかさんとかなんとか殿とかああいうまあ名前を呼ぶ後につくなんか継承みたいなのもですねまあちょっとなんでこんな名前ついてるのかなってちょっと考えてみたら面白かったんですけれどもどういうことかっていうとなんとか様って言うじゃないですか。偉い人に対してそれとかお客さんとかそれ様っていうのはなんとかの様子のようですね。つまり例えば沢様って呼ぼうとしたら沢様っていうのは沢のようなものつまり沢というあなたに話しかけてるんじゃなくてあなたのような何か偶像だったりそのご神体というかまあなんか別のあなたの化身のようなものに話しかけてるわけであってあなた様に直接話しかけてるわけではないんですっていうのが語源というかですね様の意味なんですよ。殿もそうですよね。まあ、例えば沢殿とか言ってこう来た時はですねいやいや私は沢様本人に話してるわけじゃないんですと。沢殿つまり沢の殿っていうのは昔家のことですからね。沢の家つまり私はあなた様あなたのような高貴な方が住まわれる家に向かって独り言を言っているだけでありましてそれがたまたまあなた様に聞こえてしまったのであれば私はこれ以上の光栄はありませんみたいなそういう意味でなんとか殿って言ってるわけですよね。つまり、まあ、日本の文化としてその人と直接話すのは恐れ多いから、その近くまで来て、ブツブツ独り言を言って、そのなんとか殿、なんとか様、なんとかさんっていうのもそうですよね。おそらくこれは明確な、あれはないんですけど、さんっていうのは山のことなんですよ。つまり、あなたがお住まいのこの地域のあの山に向かって私は話してるんです。つまり、まあ、沢さんっていうのは、沢本体が住んでいる近くの山。沢山に向かって私は独り言をぶつぶつつぶやいておりましたらたまたま聞いていただいてありがとうございますってそういう意味でそういう継承をつけるようになってるんですね。まあだからそれっていちいちまあ今は考えてないですけど、まあ、考えたりその相手の地位と自分の関係を常に考えながらあらゆる会話をしなきゃいけないんでめちゃくちゃ脳を使ってるんです。いやいや脳身についてますよって言っても身についててもその脳のね、回転してるところにちょいちょいそれが入ってくるわけですから、その同じことを、その考え続けられないわけですね。つまり脳のパワーを圧倒的に抑えられた状態で戦いをしなきゃいけない。言葉で喋るっていうのは戦いですよ。上司と部下、ね、その説得するか説得されるか、どうなんだって。この切り返しのこう戦いなわけなんですけど、その戦いの中に、こうやって戦ってるのに、こっちの方でちょっとチンチンチンってこう戦わなきゃいけない、まあ敬語という脳の中の CPU を使われるやつがいて、こんな風にこう戦うわけじゃないですか。そりゃ負けますよ。だからですね、私は、これね、アメリカは敬語っていうのが一応あるんですけど、あんまりないと。で、敬語がない文化っていうのはやっぱり、上下関係がですね、実力によってこうついていくっていうか、この人に従ってのこの人の実力が高いからなんだ、みたいな。
のが、まあ、より明確になって、その素直で正しい考えだったら、ストーンって一気に上まで行っちゃうっていう、そういう、まあ、印象があるんですけどね。だからそういう意味で、実はこの日本文化で非常に重要でいいことしかないと思われていた、この敬語というシステムですら、脳科学的にはやっぱり、実は今の日本、グローバル化、まあ私はグローバル化を実は推奨してるわけでもないんですけれども、まあそういった世界で戦っていかなきゃいけないっていう、こういう場においては非常に実は足かせになってるんじゃないかと思ってるわけなんです。ということでですね、私はこれからまあ努めて、まあ対等の関係ですね。つまり敬語を使わないでもフランクにタメ語で話せるような仲、それが一番ビジネスをか加速させるんじゃないかと思ってますんで、やっていきたいと思います。もし私から失礼な言葉を聞いた人がいたら、どうかお許しください。そういうつもりではないんです。ね、なんとかどの、私はあなたに喋ってるわけじゃないんです。あなたのお住まいの家に向かって一人ごと喋ってただけなんです。そうしたらあなたがたまたまこの話を聞いてくれたんです。ありがとうございました。今日もご清聴ありがとうございました。最後まで聞いてくれて、どうも。イエス!